来ました、久しぶりのパズドラですね。あのガチャになります。久しぶりやな。いや俺今回のフェス券新しいの追加されたやつ引いてパズドラのやつ再加熱しようと思ったから。イザナギアリエル含む。いやイライラすんのしょうもない。まあ新フェス券がね4台追加されてることで僕もその俺が欲しいのはやっぱイルムかな。イルムイルムか。まあ俺はあのクロノのねなんかあのガディウスともう一人のやつズオ。いやズオじゃなくて誰よ名前忘れたけどそいつをちょっと狙ってます。オッケーゴー。ゴッドフェス行きます。フェス券来い。初回フェスゴーン。はいフェスゴーンゲームフェス。よっしゃ来た来たいきなり。はいゲームイム。ええこれ山たけるじゃないよな。山たけるじゃんこれ。イザナギ。あイザナギか。あでもイザナギでも確かに家で多分縁かこれ。だ2倍やもん多分紙タイプで。アテナのパーツで使える5倍イザナギ、うん、強いやろこいつ。まあ強いですけどね。まあ欲しいやつはそれ以外のやつなんで僕は。だけど火とかのなんか使えるやつとか。しかあいつ確かでミネルバとか出へんのかな。俺大将減ったやつやな。出るっちゃ出るんやろうけど。ミネルバ欲しいな。バーミュ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 だよ。バーミュ俺なんかあいつ自体はモンストの親指姫いやちゃうんかいや。そう眠り姫まあ一緒やけどなほとんど。まあやっぱでもやっぱあれじゃん。フェス券新しい。フェス券が欲しいですね。新しいリーダーやろ。新しいリーダースキルの、うん、いや俺あっち狙っとでほんまパイみんな持ってんやろあんまり。持ってへんなあれは。フェス券当たりにくいやろ。銀なんか多いぞ。やばい。ゼニガメ出てん。クロノタートル。ゼニガメ6秒間時間を止めて6秒止める入れた方がいいんちゃう。ケンシロウの劣化バージョンやろ完全に。入れた方がいいんちゃう。いらんわ絶対いらんわ。いやあれ入れて多分いったやつだもん。やばいえいしょー。最後あれ相棒や言うて。はい来た。あーやば、やば前もなんかあれゴッドフェス悪かったよ。あやばサナギラス。いらんなサナギラスは。サランダー何も使われへんやこれ。ちょっと待ってよ。やばいっすね。これと誰じゃ気入ってんからじゃ。よっしゃー坂上盛りバージョンこれ。あもっとすごいっすね。もうこのね、さっきの板ぐらいで多分もう出ると思うんですよ。気合が入ったんじゃない。行こうと思います。よっしゃ。腕まくりもっとこれ、ここらも行った方がいいんじゃん。やめてほんま。いや、これも。なんだこれ。いや、いつもそう、これもしょ。これがね、最終形態。最終形態の僕の。フルパー状態ですね、これが。気合入ったら、抜いたのがいい。やめてほんま。はっよっしゃ来たハイフェスゲンキャッうよっちゃうやんけよ。びっくりした、俺。もうフェスゲンかと思った、黒の。ブリトライこれもうよう出るやつやん。でもこっちの多分デッキじゃ持ってないんじゃない。持ってんの多分持ってなかった気づけど。いやブリトライめっちゃ出るイメージなんで僕の中ではあれで満足できないです、はい、これ今5回引いたんか。5回これで5部に戻します。それ金出へんかったら話ならんからな。金やばい。これ金めっちゃ出る。やっぱちょっとあれなんですよ曲芸師からの一件があってちょっとなんかちょっとあれなんなんこれめっちゃ低くなったんじゃないほんまセービング曲芸師入ったんじゃんこれ。でも曲芸師俺引いとうから。いや関係ないそんなフェス弦弾きますよ。確率ちょっとあれやな、はい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 、昔はっ、いや昔もっと出とったでしょ。絶対出とったよ、うん、こんな銀多いっておかしい。むしろ金しか出えへんやんぐらいの気持ちだったけどな。ほんまにそうそうそう。でもなんかみんな金出すぎやっていうのは言っとったけどな確かに前運良すぎたんかもしれんけど。はっとあやばい。これ金割合的にやって5回やったらやばい。ティターンやん。誰これティターン。シャイターン。シャイターン。金の割合が悪いなめっちゃ。おっしゃー来たドンパチ。おっうわ絶対ちゃうわこれ。ちゃうななんか絶対ちゃう。斧持っとるやん剣か。へあっあっこいつええでもこいつええやん。えしかもこいつあれやで俺スキル上げのあのアンケートタイム14のやつやでこいつ。いやこいつ確かええはずやこいつええペルセウス。俺だってあこいつスキル上げしよう。ペルセウスは流星群確かこいつ竜巳のパーティーやったっけこいつ確かちゃうだけ。でもこいつ使えるだって水泥棒キーに火泥棒回復やから使いやすいし。でスキル上げのやつも持っと俺誰かのパーティー使える今スキル上げれるから。こいつは俺強いの知っとる。こいつええやん、うん、こいつなんかどっかで使えない。なんか俺地味やけどええの引いたぞ。オシリスだったっけなあいつなかったっけ。あでもオシリスかもしれんな、うん、変換系やし使えたかもオシリスで確か。ただやっぱフェス源なんですよやっぱ欲しいのは。ゲームフェス来い頼む。これ連続で金来てへんぞまだ。来いよ。よっしゃ来た流れ来たね。ほい待てよ次やろ。おあ孫悟空やわ。あ絶対ちゃうわ悟空さ。うん孫悟空やろ。悟空あこいつもでもダブル変換ね。ほんまやな一緒やなあの。あもう一緒やん。ペルセウスとあれやん。うん。ツインになった存在みたいな。色違いじゃない。色違いみたいなやつやな。光バージョン。流れでも来てます。流れ来てるんじゃね、うん。あと5回ほど回そうかな。へへはー。へへはー。はい。あちょっとフェス券来て。なんでなんこれ。また来るときほんま来るからこれ。うわアラジンのもどきやんこれ。アラジンもどきやろ。ジーニャ。ジーニャーニャ。ちょっと金のね割合が明らかに低いんだよね今回。ほほほほいや。
おっしゃー、ナホイナホイナホイ、おお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 お、めっちゃ欲しかったやつけど、俺は別にあれなんですけど、いやこれをでもどこでも結構そのこれやばい、オールドロップチェンジだから、いやこいつ強いって絶対やばい、だから7ターンやろ、これしかも来た7ターンやもんな、やばいやろこれ、引きがしかもリーダーとしてもめっちゃ強いやろ、引きがやばい、いやこいつ強いやろ明らかに、いや強いってこいつは、うわ来たっしゃ、これ終わっとってもええかなっていうレベルです正直、こいつ強いな、今僕の他にまだ一応控えてるんでね、あと3回引いて終わろうと思います、カーリーも引いたんでもう勝ったんです今回のガチャは、完全に完全勝利、かつ、フェスゲン欲しい、カーリーフェスゲンやから一応フェスゲン、うん、フェスゲンもう一体欲しいな俺、でも新、やっぱ新が欲しいやな、バターこれバーチェの新カマやろ、うん、新しいやつが欲しいやろバーチェね、うん、あと2回デンジャラスバーチェ、あと2回決めます、闇カーリーの次はもっちょ、オッケー、よっしゃ、オラ悟空、あーオラ悟空ちゃうやんお前誰やん、あれ欲しいな、オーディンとかでもいいけどな、ディルシリウスね、全然シリウス、じゃあとりあえず今回のラスト、ファイナルラスト、僕のガチのラストですね、ザ・ファイナル、まあ月曜日からねドラゴンボールコラボとか、おい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 、残ってるんでまた再開されるんでね、え来た、じゃラストほんま頼むで、ラストは金出して終わりたいと思います、俺ほんまあイルム欲しいねん、イルムしゃー、俺にパズルないんですよ、はい、サイルム、あーうわトラ、かぶったトラノスケ来んなよ、もうトラノスケやんのじゃ、トロノスケ、ほんまブリトラ、うわ何出たんでも、かぶった、まあ、ペルセウスと闇カーリーはほんまにええんちゃう、普通にそこは持ってなかったし、入所順でしょ、闇カーリーはこれは結構あれやろ、まああれやろ、めっちゃええやつや、うん、カーリーのパーティーとかに使えるやろ、多分何が引いたんかまず確認する、とにかく強いやろあいつは、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15回で、孫悟空とペルセウスとカーリーとイザナギ、イザナギ、イザナギ4つ使えるやつ俺な、とりあえず、おお。4つはとりあえず、あ、ね、ブリトラーマンは一応あれなんですよ、5体はイザナギは使えるんやっぱ、いや、これは多分使えるはずで、アテナパーティーに対して使えるはずで、あ、そうやな、うん、カーリーはこれめっちゃレア高い、星6やもんだってこれ、いや、絶対でこれやばい、まあこれ引けたんでね、もう僕のガチャはね、今回はちょっと新フェスゲンは出なかったんですけど、まあ一応フェスゲン引いて、まあ使えるキャラも3体ぐらい、3、4体引いたんでね、ここで終わって、まああとは託したいなと思います、まあ新フェスゲン次は託したい、出るでしょ、でまあ僕ドラゴンボールコラボとかも残ってるんでね、田中拓司、田中拓司ではないですけどあのドラゴンボールコラボが月曜日から始まるんで、そこで僕のね、シトン、えシトン、田中拓司シトンやん、アンガールだろ、何やねんこれも、相方は、まあ、相方はもう山根なんちゃらやけど、名前は知りませんでした、よしはい、というわけで今回は、ここら辺で終わりたいなと思います、ありがとうございました、ありがとうございました。